右手と右手、左手と左手、どちらかで、空いてる手は後ろに隠す。で、出してる手で触っていいのは相手の両肩とか腕だけとします。ただし、掴んではダメ。掴むのはなしとします。で、それで自由にお互いを崩し合って、なんか崩してください。で、足が動いたら手を変える。で、また崩し合って、足が動いたら手を変える。これの連続で、で柔らかく柔らかく、はい、どうぞ。で、手を変える。いいですよ。私を崩していいんです。当然私が動いたら、これも手を変えます。というように、自分の足腰も十分柔らかくいただいて、いろいろこういう可能性もありますので、はい、あまり力強く素早くならない方が私はいいと思います。これ子どもたちにやらせると、こんなことになって、すごいことになっちゃうんですけど、それもまあ一手ですけど、そうではなくて、なんか柔らかいところで、勝ち負けにあまり、固執しないで、こういろんな動きが出てくることを楽しんで、おっ素晴らしい、はい、どうぞ。